売されたばかりのオズモアクション3ですが、買う前から気になっていたことを検証してみたいと思います。検証する内容はアクション2で採用された磁石式のマウントと、外付けの USB マイクについてです。まずは専用のマウントです。アクション2から採用されたこの磁石式のマウントですけども、アクション2とほぼ同じ形です。で、見た目も一緒なので、同じものじゃないかと思って、比べてみました。全く、形的には同じものですね。ただ、これも磁石になっていて、向きが合わないと本体とくっつかないようになっています。で、気になるのは、アクション2用のこのマウントが、3につくかどうか。ちょっとガタつきあるんですけども問題なくつきます。で、逆にですね、3用のマウントを2につけようとすると完全にはつきません。この爪の部分に出っ張りがあるために、2にはくっつけることができません。硬い、かなり磁石が強力です。で、この爪の部分が本体としっかり噛み合うことで、ガタつきがない作りになっています。次に、外付けの USB マイクについてです。カバーがついている部分はすでに外してあります。それから、専用のケースがついているんですけども、これがあると、かなりこの厚みが増すので、くっつかないアダプターもあるので、まずは外してあります。はい、まずは、アクション2で使える外付けの USB マイクです。これが使えるかどうか試してみたいと思います。ランプはつきました。で、この部分見えるかな、この部分に小さくマイクのマークが出ています。これは正しく認識されている証になります。次に、同じくアクション2でも使えた、USB 接続できるワイヤレスマイクですね。これの受信機側ですね。これが使えるかどうか、ちょっと奥まで刺さらない感じです。ただ、小さく、マイクのアイコンが出ていますので、これだと使えます。同じく、これもアクション2で、使えるスマートフォン用のワイヤレスマイクです。これの場合は、端子が長いので、つけた状態でも、少し隙間が空いています。これも同じように、マイクのアイコンが表示されるので使えるようです。アクション2用に、使えていた USB マイクはほぼ使えるようです。で、念のため、過去に発売されていた、オズモポケット用のマイクの接続と、初代アクション用に、売られていたマイク接続、これについても試してみたいと思います。まずは、オズモポケット用です。
出ないですね。この位置に、使える場合はマイクのアイコンが出るんですけど、やはり、アクション2でも使えなかったので、3でも使えないようです。そして初代アクション用に売られている端子ですね、これもつないで、ちょっと向きが合わないと刺さらないですね。念のためにマイクもつなげてみます。アイコン出てこないですね、使えないみたいです。最後にですね、先ほどの、ワイヤレスマイクの、受信機の部分ですね、本体にカバーをつけると、刺さらないので、USB-C の延長ケーブルで、ちゃんと使えるかどうかを確認してみたいと思います。レシーバー側も、ついてますし、ね、マイクのアイコンも、ついているので、使えると思います。